世界史とは一言で何の歴史でしょうか。争いの歴史、戦いの歴史、世界史でわかるのは、他に対して外敵と決めつけ、戦争が起きることです。異民族の虐殺、そして支配して奴隷化、それは民族に限らず、宗教や主義思想の総意に対しても同じです。世界では他に対して迫害、弾圧、差別を繰り返しました。それは現代でも続いています。法律で禁止されているケースは潜在的に存在し続けます。法律で禁止されてなければあからさまに。これでは世界に平和が訪れることは永遠にありません。世界が平和になることは不可能なのでしょうか。世界に平和が訪れる唯一無二の方法があります。それが日本。日本は唯一他に対して虐殺、奴隷支配、迫害、差別のない国。それは分かる範囲で縄文時代から続く長年にわたる平和主義、世界で唯一平和の要素のある日本の歴史、それは和の歴史。日本人は和する思想、精神、アイデンティティを持つ世界で唯一の民族。日本人は人種や民族や宗教の対立、迫害を超えた存在であり、対立と分断を使用する力を宿しています。それゆえ日本のみが唯一世界の分断の解決を唱えることができる絶対的な立場を持っています。日本の精神、日本人の精神、それは和の精神。和の精神のみが世界に平和をもたらします。その和とは、和をもって尊しとなすの和。和をもって尊しとなすは、聖徳太子が日本の平和に向けた言葉だけでなく、世界の平和に向けた言葉でもあります。今世界では分断化の異界が止まりません。世界の分断を解く鍵は日本の存在しかありません。日本の和の精神によって世界が平和になります。日本の和の精神によって世界が救われます。これ以外に世界が救われる道がありません。これ以外は世界が破滅する道しかありません。世界連邦政府は日本に樹立されます。日本以外にありえません。